マミコさんだ。ドジャース奥様会公式インスタが公開、集合写真で笑顔、運命の第5戦開幕。投稿では、第5戦、まだまだ終わらない、都市晴天のもと、スタジアム近くで撮影したと見られる夫人たちの集合写真を公開。奥様会も忙しいんですね。立ってれば背が高いからすぐ見つかる。MVP トリオの奥様方が並んでいますね。奥様会が日本人女性ばかりだと大変だったでしょうね。いろんな性格の人がいてもまだアメリカ人女性の方が多いたましですよ。他のチームも奥様あってあるのかな。ありますよ。 MLB 特有なのかな。ドジャースって結婚してない選手は肩身狭くないんですかね。なんか居づらそう。奥様会は慈善活動など多くの人と触れ合う地域密着の活動も多いと思うが、日本のマスコミが節度を持ち過度な付きまとい的な取材をすることないことを願う。奥様会は各球団にあると思うので、大谷選手が現役を引退するまでは続くもの。シーズンオフになれば試合はないが、様々な慈善活動や球団主催の活動がある。デコピンも応援してるらしいな。デコピンもマミコさんも来たら大谷は100人力ですね。家族の応援こそ支えられるものはないよね。頑張れ大谷さん。デコピンの応援あるなら今日は期待できるぞ。 MLB の奥様会は割と言うなだけど、 NPB にも似たようなのないのかな。マミコさんと結婚した大谷はラッキーだっていう人の意見がとてもよくわかる。お似合いや。スーパースターの嫁さんも大変そうだな。何か変に上品にしなくちゃいけないとか、変なこと言えないとか、気をつけなきゃいけないことめっちゃ多そう。面倒くさそうだと思ったけど、逆に面倒くさくない人たちだからここまで集まれるのかも。日本以上にコミュ力必要そうな世界で大変だけど、応援してますよ。結婚直後からアメリカ永住で、夫は異次元スーパースター、何にでも注目されて大変。